はい、今回ですね、まさに君は誰？そして今どこ？どこで何をしてる？っていうやつですね。名前が読めません。はい。チョン・スンヒョン。誰やねん。でもまだ争うか。これサガン・トスネ日本やねんな。知らんな。今サガン・トスネいないですよね。身長えぐいな。188センチ。やべ。強烈なセンターバックやな。はい。で、まぁ、この選手なんですけど、一応見たらですね、まぁ、Jリーグでそんなに活躍できず、サガンとスタルで一応ステップアップで鹿島アントラーズに行ってるんですね。知らねえ。で、鹿島にいて、で、その時ワールドカップにもメンバーにも選ばれてるんですよ。2018年ロシアワールドカップ。まぁ、試合には出てないんですけどね。で、その後、韓国に帰ったんですね。あれか。兵役か。兵役があるんやな。うわぁ、辛いなぁ。兵役ってこれマジで厳しいらしくて、代表で何かしらのそのなんか大きな成果を上げへんかったら、兵役免除にならないんですよ。だからパクチソンとかね、昔いたでしょ、マンチェスターの。あれは、ワールドカップでベスト4に入ったから免除になったんですよ。あのメンバー全員がね。で、ソン・フンミンは、確かね、アジア大会、なんかあの、レベルの低い大会あるじゃないですか。アジアカップじゃなくて。あれで優勝したから、免除になったんですよ。やっぱなんかその、国際大会とかいう感じで、なんか、何かね、成し遂げないとダメなんですよ。逆に言ったら、孫文民レベルでも、そういう、成果がなければ、これも本当にもう兵役なんですよ。めっちゃ厳しいでしょ。だから、韓国人選手を獲得するってね、結構リスクあると思うんですよね。マジで。どっちにしても現役バリバリの時に、タイトル取れてなかった兵役やから、めちゃ厳しいよね、マジで。まあまあまあ、そんな感じでね。結局今は韓国に帰って、その兵役というか、懲役って兵役か。の、なんか専用のチームでプレイしてるみたいですね。もう名前呼ばれへん。名前呼ばれへんし、読む気もないけど。まあでも、韓国代表とはもう無縁というか、縁がないというか、全然選ばれてる感じじゃなさそうですね。まあでももう30か。もう一花咲かせられそうやけど、ちょっと厳しいのかな。